はい、えー、ここからはメジャー目指して今勉強中という六人の皆さんに歌っていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとインタビューさせていただくのはこの <laughs> ね<え>、はい、なとも言えない格好してらっしゃいますが、はい、え、あの三重県通市白山町でリングやっております。あ、それで。ええうう、本当はギター持ちたかったんですけども、はい、ダメだって言われました。はいはいはい。 ねいろいろこう入ってますね調備、はい、道具がね、はい、チェンソーか草刈り機ですはい <laughs> はいその方にちょっと代表して伺いますけれども、はい、今度なんか皆さんであのアルバムを作られたそうですね、はい、あの三、ーはい、月にあったあの東日本大震災の、はい、あのチャリというの意味を含めたあのオムニバス C D はの出させてもらいましたはいはい。はい これで皆さんに頑張っていただこうということで、広げていきたいというね、そのチャリティーの意味に賛同してくださった、銀河鉄道999や宇宙戦艦ヤマトのメカニックのデザイナーしたり板橋克実先生から、こういうジャケットを描いていただきまして、それでこんな宇宙のようなね、ジャケットになったんですね。 手書きです。はい。ええ、素晴らしい人に賛同していただきましたね。はい <laughs> はい、はい。これはますます皆さん頑張っていただくなくてはいけませんので、はい、はい。今日はしっかりと歌ってください。ありがとうございます、はい。それではお願いします。